昔の風景、懐かしさを宿していた街並みが倒壊して風景が一変、至るところで地震のエネルギーの大きさを見せつけられました。閻魔通りです。その一瞬、歩道のタイルは人の背丈ほど舞い上がったそうです。にぎわっていたカラオケ店のシャッターとアーケードが無残に潰れています。一階は潰れて跡形もなく、脇の歩道に二階だけがせり出しています。たまたま歩道に居合わせた人が犠牲になりました。西本町の歩道の痛み具合です。駅前通りには地震の波の跡が蛇のようにくねくねと走っています。閻魔堂脇の駐車場です。家屋調査士が紙を貼って行きます。首相、党首、芸能人の見舞いを受けました。西本町、旧四丁目商店街の様子です。図書館前です。線路の曲がった様子を2枚取り上げました。道路の段差で車は通れません。遠野輪の生活道路が崩れかけて、青いシートが延々と向こうまで張られています。水道管の蓋が外れたり、道路が大幅に沈下したりしました。海岸も傷みました。砂浜にも大きな亀裂が入っているのです。堀の柏崎墓苑前の歩道です。クリーンセンターの煙突もひびが入りました。日本で一番海に近い大見川駅付近の土砂崩れの様子です。遠く離れてても